listeners on FM 95.5 and FM 107. As for our listeners on FM 88. This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。皆さんこんばんは。今日は3月18日木曜日です。ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。では最初に今日お伝えするニュースの項目です。外務省、保健省、それに国連合同エイズ計画 UNAIDS が公衆衛生上の脅威としてのエイズを撲滅させるとともに、脆弱なグループに対する差別をなくすという目標達成に向けた協力を強化しました。外務省は OECD 東南アジア地域フォーラム主催に向けた準備会議を開きました。外務省ヨーロッパ局の局長が第13回アジア欧州会合 ASEM 首脳会議に向けた準備会議で多国間協力を推進しました。チュラロンコン大学がタイのハーブエキスを届けるバイオロボットの特許登録を行いました。では最初のニュースです。外務省、保健省、それに国連合同エイズ計画 UNAIDS が公衆衛生上の脅威としてのエイズを撲滅させるとともに、脆弱なグループに対する差別をなくすという目標達成に向けた協力を強化しました。アヌティン・チャンウィラ君副首相兼保健大臣、ビチワット・イサラパクディ外務副大臣、それにイーモン・マーフィー UNAIDS アジア太平洋地域事務所所長は、先頃外務省で開かれたエイズ差別ゼロの日を記念したイベントの中で、2030年までに公衆衛生上の脅威としてのエイズを撲滅させるという目標達成に向け協力を強化する旨を再確認しました。このイベントには各国からの外交官や政府部門、国際機関、それに市民社会から120人余りが出席したほか、外務省のフェイスブックを通じて多数の人たちがバーチャル参加しました。イベントでは HIV に関するあらゆる形での侮辱や差別をなくすためのパートナーシップに関するパネルディスカッションが行われ、これには UNAIDS の事務所長も参加しました。出席したパネリストらはこのテーマに関する意見や洞察の交換を行ったとともに、タイ及びアジア太平洋地域においてのこの問題の解決方法を紹介しました。パネリストらはまた COVID-19 のパンデミック期間中は、特に HIV 感染者らに対する侮辱や差別がひどくなっており、このことが必要な保健サービスへのアクセスについての不平等を深めているということに同意しました。イベントではこのほか HIV 感染防止に向けた UNAIDS アジア太平洋地域親善大使を務められている
ソムサワリー王女への敬意を示す本の展示や差別撤廃に関する他の展示も行われました。次に CD 東南アジア地域フォーラム主催に向けた準備会議を開きました。外務省は先頃バンコク都内にあるホテルで COVID-19 が収束した後の景気復興について話し合うための OECD 東南アジア地域フォーラム開催に向けた準備会議を開きました。この準備会議では国際経済局のチャーチャイ・チャイ・ワイウィット局長が議長を務めました。今年の5月タイが主催する OECD 東南アジア地域フォーラムでは COVID-19 後の復興に向けた人的資源の開発がテーマとされることになっています。準備会議では官民からの代表らから技能の向上及び技能の再教育、デジタルインクルージョンの促進、教育テクノロジー、ED テックの活用、スタートアップ支援、グリーンリカバリーの促進、バイオサーキュラー・クリーンエコノミー経済、BCG の推進などの重要性が強調されました。この会議には様々な政府機関や民間部門から80人余りが出席しました。この会議で出されたコメントや意見は、次の OECD 東南アジア地域フォーラムに向けたアジェンダ策定の際の参考とされることになっています。次に外務省ヨーロッパ局の局長が第13回アジア欧州会合アセム首脳会議に向けた準備会議で多国間協力を推進しました。外務省ヨーロッパ局のチュラマニー・チャートスワン局長はビデオ会議で行われた今年の末カンボジアで開催される予定の第13回アセム首脳会議に向けた準備会議アセム高級事務レベル会議でタイの代表およびアセムの枠組みの中でのアセアングループコーディネーターとして COVID-19 後の社会経済復興や社会および文化のつながり強化に向けた多国間協力を推進しました。この会議では第13回アセム首脳会議に関連したイベント開催や首脳会議後に発表する共同声明の草案に関する話し合いが行われました。この会議の中でアジアとヨーロッパは現在世界が抱えている課題への取り組みや COVID-19 後の社会経済面での復興支援、それに社会文化面でのつながりを含め2つの地域間での連携を強化するための手段として多国間主義を推進させる必要があることを再確認しました。今年は去る1996年の3月1日にタイで開催された第1回アセム首脳会議から数えて25年という節目の年にあたります。タイはその後も加盟国間の協力推進に加わってきました。現在アセムには51の国および EU ASEAN 事務局の2つの国際機関が加盟しています。次にチュラロンコン大学がタイのハーブエキスを届けるバイオロボットの特許登録を行いました。チュラロンコン大学獣医学部のティラポン・ヤター教授はこの栄養面でのイノベーションは腸壁が体に必要な栄養素や有効成分を吸収できるよう食品の表面を覆っているポリマーを適時に放出できる独創的なメカニズムであることからロボットと呼ぶことができると述べました。これは一部の栄養素が胃酸によって破壊される可能性がある消化過程での栄養素の損失を減らすことに役立ちます。このロボットは非常に小さなものです。重要なテクノロジーはマイクロカプセル技術やナノカプセル技術といった粒子レベルでの栄養素のコーティングまたはカプセル化で、これにより胃の消化過程においての栄養素の破壊を防ぐことができます。このバイオロボットの材料は海藻やエビの殻、カニの殻などといった天然のポリマーで、これらは値段も安く、人や動物の体にも安全です。チュラロンコン大学ではすでにこのハーブエキスを届けるバイオロボットを著作権局に特許登録しています。今日このバイオロボットは
健康食品や機能食品をはじめとした食品産業で使用されています。今日お伝えしたニュースは次の通りです。外務省、保健省、それに国連行動エイズ計画 UNAIDS が公衆衛生上の脅威としてのエイズを撲滅させるとともに脆弱なグループに対する差別をなくすという目標達成に向けた協力を強化しました。外務省は OECD 東南アジア地域フォーラム主催に向けた準備会議を開きました。外務省ヨーロッパ局の局長が第13回アジア欧州会合ASEM首脳会議に向けた準備会議で多国間協力を推進しました。チュラロンコン大学がタイのハーブエキスを届けるバイオロボットの特許登録を行いました。続いてニュース展望です。今日は PM2.5 問題に取り組むための計画を推進というニュース展望をお伝えします。粒子状物質PM2.5 によって引き起こされる健康上の問題を防ぐため PM2.5 セーフティーゾーンを設けることが提案されています。この提案は PM2.5 問題の防止やこの問題への取り組みに向けたガイダンスに関する研究に含まれています。政府は今月9日に開いた閣議の中で会員の災害防止軽減委員会によってなされたこの研究に関する報告書を承認しました。同委員会はこの報告書の中でこの問題に関する情報が統一されるよう各地域での PM2.5 の量の測定は同じ基準によって行う必要があるともしています。さらに PM2.5 に関する警告を発するとともに PM2.5 に対応できる衛生マスクの研究開発も行う必要があります。これを受け内務省及びその他の関係機関ではこの提案について検討するための話し合いを行いました。その後政府には地方行政局が保健省が検討している地域をはじめとした地方の行政機関に対し必要に応じて PM2.5 セーフティーゾーンを設けるよう促すと伝えられました。一方公害監視局は空気の質に関する基準作りや PM2.5 の測定監視に際し他の機関からの協力を受けています。 PM2.5 に対する警告もすでにアプリケーションやウェブサイトを通して発しています。 PM2.5 の状況に関する報告はソーシャルメディアを通じても伝えられています。 PM2.5 に対応できる衛生マスクの製造は布マスクよりも困難な上製造コストについても検討される必要があります。これに関しては保健省や商務省それに内務省などさまざまな機関が製品基準や価格管理それにマーケティングといった事柄に関し協力する必要があります。今日は PM2.5 問題に取り組むための計画を推進というニュース展望をお伝えしました。以上今日のニュースラジオタイランド宮井義明でした。ラジオタイランドの日本語放送は毎日タイ時間の午後8時から日本時間の午後10時からそして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。That concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.